とある一流企業の社長秘書として働く彼女の名はココロ。彼女の部屋からは夜な夜な話し声が。そう、彼女が人々の迷いと戦う占い師であるということは誰も知らない。迷える子羊ちゃん、おかえりなさい。めっちゃ普通の素の顔してある素の顔いいんじゃねえぞ。誰が持ってんの？あれやん、持ってんの。お前えぐい。色覇王なん雑魚やん。めちゃくちゃ美味しそう。雑魚やん。ちょっと待って、ワンチャクル上がれ。よっしゃ、こういう時に出るんだよな。相手ならへんやん、お前。ちょっと待って。もう罰ゲームをさ、決めようと思ってたんやんか。何するんですか？それはちょっと後のお楽しみにしよう思ってさ。罰ゲーム、うん。怖いでー。どうあらへんし。あれ？うわ。あ、これ買ったな、俺。ちょっと待って。あれ、ちょっと待って。よっしゃ、上がった。ちょっと待って。ちょっと少なくなってきたな。これ俺ですか？うん、ちょっと待ってや。スタジオセブンカラーズ、駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ。歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で様々なご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒、入会金、年会費は無料。さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで。ホームページはスタジオセブンカラーズで検索。スタジオセブンカラーズ。上がりました。上がりました。ちょっと待って、私撮ってもらうの？撮るの？じゃあ、いい展開。引く方が。撮るの？いい勝負やね。俺の勝ちは確定やもん。ちょっと待って。とか言って、引くちゃん。ゲームがそういうことなんだよな。上がりやすい。残念！さすが。罰ゲーム私なの。じゃあちょっと後で罰ゲームあるんで、はい、失礼します。ありがとうございます。はい、わかりました。はい、いやー面白かったな。っていうか一人足りひんやん。一人足りないです。なんですか？どこ行ったん？リアスティールどこ行ったん？来るはずやったんですけど。遅刻です。すいません。すいません。寝坊しありました。申し訳ないです。それ。寝坊しよったっす。もういつ前寝たもの、もう起きてんの？起きてはいい。今さっき起きた。5分前ぐらいに起きました。もうじゃあチョコレート食べてな。ありがとうございます。心の心暴れたい。いただきます。はい、どうぞ。そっか、いやでもこないだのさ、絶対うまい。おいしいと思う。あれ、サイファー。いつも頑張ってんな。はい。ていうかめっちゃ寒いやん。寒いですね、今の時期は。こないだもすごい寒かったのに。あれ、なんか結構やってるもんな。2、3時間ずっと歌ってへん、ほんで。はい。ずっと歌ってるよな、うん、すごいな。まあ、好きなんでラップが。せやな。でもできるっすね。いやそれ偉いわ。いやでもサイファーってやっぱりあれやな、みんなでこう集まってラップすることで生まれるもんやから。あ、そうな、そうやな、ラップを生むためにはサイファーは絶対必要で、まあ練習じゃないけどみんなでこう歌ってするスタイル、地域のスタイルがな決まっていかんとラップのスタイル決まらへんから、いろあれは必要やわな。まあ、いろんなとこでいろんなサイファーがあるんだな、うん、そうで今みんながやってるのはセタキタサイファー、はい、セタキタのやな。でメンバー的にはみんなだけじゃなくてもっといっぱいあるよな。いっぱいいますね、うん、今日来てくれたもん、まあ代表で来てくれて、はい、でそのセタキタサイファーを作ってんのが、でも僕いや一応ちゃうやろ一応でイロハが、まあ、主催で作ってんねんけど、なんでそもそもその作ろうと思ったの？なんかもともとラップしてたはずがあってうん、吐いて柿の種で吐いて、俺も芝めっちゃあるお前こそ歯医者、お前こそ歯医者行けよマジでその場所が同級生多かったんですけど、うん、同級生がラップ以外のことにハマっちゃって、うん、どんどんサイファー抜けていくようになって、うん、やる場所がなくなったんですよ、一回僕が。で結構洗面所の鏡の前で一人やってたりとかしたんですけど、なんか
やっぱ人とやる方が生まれるもんは大きいやろなと思って、一概かに。やっぱ自分で作ろうかなって思ったっすね。あーすごいな。それ鏡とこう対面でやっていくって結構恥ずかしくないの最初？いや誰も見てないんでね。あ、まあまあまあそうやな。でもなんかたまに自分鏡の自分と目合うと俺何してんやろ、うん、え俺何してんやろ。そうなるよな。え、そのラップの内容はその一人でやってる時の内容、今日一日何しようとか何したとか、偉いな、何食ったとか、あ、それがもうだから全部歌になってというか、そうですね、リズムに乗せてってことやな。もう好きなんやな。そうですね、とりあえずラップやりたかったみたいな。で、それで友達も巻き添いじゃないけどやろうややろうやで生まれたなんか体育祭の時に、あ、そう、ちょうどグラウンドで、うん、俺がラップしてるっていう噂を聞いた友達から、うん、ちょやってやみたいな感じ言われてやったら、お、かっこええやみたいになって、うん、じゃあ一緒にやらへんみたいになってできたって感じですね。それ誰か撮ってへんのかな、見たいな、最初の一番最初見たくない？見たいっす。俺もいなかったっすなあ、見たいよな一番最初ね、うん、だって運動場やろ。運動場でしょ。見たいな誰かそのあ、でも携帯持っていけへんし。そうっすね、中学校に見なあ、せやな。だからその中学校時代からそうやって、まあ、ラップに興味持ってというか好きで、そもそもなんで好きなの？そもそもはあのこう YouTube ばっか見てて、うん、僕のラップ始まる生活前が、うんうん、そしたらYouTube に関連動画みたいなんで、うん、そのアナーキーさんのラッパーなんですけど、MV が出てきて、うん、それを押したらもうラップってやべえみたいな、引き込まれた感じですね。さあかっこいい、もう、うん、結構なんか今の若い人らでも身近にいろいろきっかけってあると思うんで、YouTube とかまさに、あ、そういうことね。あ、それがきっかけでやり始めて、もう今結構大きい組織になりの、ね、で引っ張ってるイロハ自体はあのあたや16回高校生、うん、ラップ選手権っていうのがあって、あれって結構あのその前までの優勝準優勝の人と、ね、プラス全国から選ばれた8人の中の8人に入ってんやろ。すごいよな、選ばれた。普通に考えてエグいっすよね。なあ、すごいよな。普通に考えてエグいっすよね。ほんまにエグいよな。ほんまにすごいよな。いや、あれ緊張しいひんのかって毎回聞いてんねんけど、しいひんの。いや、あのね、その選手権の時は特別緊張したなんかあのね、結構まあでかい箱であったんですけど、うん、すごいよ。で、人入る前はこんなもんかみたいな、うん、全然やん、画面で見てるより全然やみたいな思ってたんですけど、人入った瞬間エグーっとなって、だってそんでステージで2人でやらされるわけやん、もうブワーやし豆腐しやばいっすね。いやあれは変なこともできひんやん、うん、そうっすね、一瞬変なこと何を知らせるけど変なことでも一瞬っていうか命取り合う、もうほんまにその1回、そうっすね、1回きりっすね、1回は勝負やからってなると結構やっぱりすごいね、うん、っていうかどうやってその言葉を覚えたん、覚えたというかいろんな言葉をさ、なんか、まあ、スキルの問題で韻とかあのいろいろあるやん、うん、とかをどうやってそう自分らでこう、まあ、最初は YouTube とか見て見よう見まねっすよね。 それでもあれなんやな。そっからまあサイファーとかで感覚でできるようになってって、うん、あ、そう、だからサイファーの質がいいときっと上がっていくと思ってん、うん、環境って自分を作ると思うんですよ。そうそうそう、なんかゆめさんとかがちょっと言ってしまったけど大先輩のゆめさんはやっぱりあのちゃんとやってくれはって、その一番最初に連絡した時に自分らが先輩にやってもらったことを後輩にしてあげたいって言うたはって、うんうん、で私はもう見に行くって言って、うん、そっからあれなんやけど、しっかりそう言ってなんていうの、次にしてあげたいとか、うん、あの教えてあげたいじゃないけど、そういう流れとかがすごいあるなと思って。そうですね、うん、で練習見てても、いや、この間のサイファーの名前出していいんか分からへんけど、吉田平さんとやってた時の、いや結構私ガチですごいなと思った。あの先輩後輩ですごいスキル持ってはる人やけど、うん、やっぱりあれぐらいガチでやらんと上がっていかへんやなと思って、うん、すごいなと思って帰った。さっき言って帰った。いやすごいな、
てか2時間3時間も大っぱいからな。そうですね、うん、いやでも全然僕まだ短いと思うんですけどね。ほんま、はい、だから何やるときもっとやってるよな、うん、あ、もっと、できる。え、何にもしてへんときでもずっとこうなんか頭リズムな。あ、うん、でもそういう感覚じゃないと あれです、バイト中とか俺めっちゃいい考えてるっす、ま、あ、そう、思わないときとか。へえ、なんかパッて思いついたらさ、言うかばん、うん、あ、なんかそのものとか、その名前見たら、看板とか見たらな、思うもの。へえ、なんか遊びに行っててもなんかラップの音楽じゃないのに、うん、普通の音楽で俺らラップするみたいな、うん、あ、だからノリでね、あ、やっぱ出ちゃうっすよね。すごいな、そう思ったら。はあ、なんか羨ましいわ、その日本語の言葉のこうなんかマジシャンみたいな、うん、結構な使ってたなんかマジック的な感じで、だってなんかこうなんていうの、連想する言葉とかもあるやん。で、向こうに連想して先に言われる時とかもあるやん、うん、やっぱりそういうのとかって言葉遊びじゃないけど、うん、でもリズム遊びもしなあかんし、うん、すごいなと思う。そうですね、うん、最初はもうめっちゃ難しかったんですけど、うん、何したらいいんやろうみたいな感覚っすね。でも、あ、感覚な、うん、これみんなの名前つけてるけど、なんで名前つけ、由来とかあるの？由来、うん、例えばイロハやったらなんでなん、なんでイロハな？あの、僕大阪のひふみやっていうヒップホップの店があるんですけど、うん、123でイロハ。あー、なるほど。あ、そういうロゴみたいな。スザクは？スザクは、あ、なんか適当っすね、めっちゃ。へー、めっちゃ適当っすね。こいつがつけてる。あの、中国の地入ってるんで、あ、俺中国の真珠なんかな、神様。そう神様みたいな。へー、でもほんまにそのもともとちゃう名前でやってて、うん、まあ2020気分転換ですね。あー、変えたんや、はい、で、バックスは？俺はなんか英語にしたらかっこいい。あー、確かにバックスかっこいいな、呼び方か。あー、英語にした。で、リアスティールはあいつもそうですね、英語にしたらかっこいいみたいな、うん、やったと思うんです、うん、リアちゃんの分もちゃんと俺は答えとかあるのかな。そうやな、そうやで、リアちゃんの分もリアスティールは、うん、へー、いや、でも、ね、みんな仲いいしんやん。ちょっと一回だから私聞いてみたいことがあって、みんなはお互いのことをどう思ってんのかちょっと質問しようかなと思ってて。おー、なるほど。じゃあちょっと一回聞いてみる。こう、あの、これこれやと思ってる人って言うし、指差しで行こう。あー、いい、そんなやったことないな、俺ら。かわいいな、なんか。そうなら、もし自分が女の子やって、彼女やって、彼氏にしたいなら、あ、この3人で、ね、そう自分でもいいんじゃない。あ、自分でも全然いいよ。もし女の子を付き合って彼氏にしたいんやったら誰か行こうか。え、リアちゃんもありっすか。リアちゃんもありやろ。リアちゃんほんならこの辺さそか。いや、リアちゃんがこの辺な、行こうか。せーので、いや、モテモテや。いや、まあまあ、待って、こいつは今彼女いるんでどういう対応してるか分かるじゃないですか。めっちゃ長い。いや、すごいな、モテモテや、めっちゃモテモテやな。もうウェルカムっすよ。さすが。お前じゃあ、やめとけやめとけ。お前リアちゃんがいいんか、逆に。いや、絶対僕がリアちゃんっすね。いや、でもリアちゃんもでもそうやと思うね。でもここにリアちゃんがいたら変わってたかもしれない。変わってましたよなあ。いや、そうか。いや、お互いのことを思って面白くない、うん、なあ。ちょっとおもろいっすね。そう面白いな。キュンとしたっす。キュン、どこでときめいてんの。リアちゃんにときめいた。ここに出してもらわなかった。そしたらこれからどうしていくん？どういう活動とかしていくん？そのセタギターサイファーとしてはどういう、まあ、それぞれにそれぞれのこうなりたいこととかいろいろあると思うけど、うん、まあ、セタギターサイファーとしてはどういうふうな感じでいこうと思ってるの？あれ、じゃあサイファー自体ですか？うん、サイファー自体。いえ、曲ちゃう、やっぱり。あ、オリジナルとかな。サイファー自体難しい。サイファー自体はやっぱそれぞれやりたいことあると思うんですけど、とりあえずラップやりたいやつはもうそのまま残って集まりながらやって、じゃもうここじゃないけどみんなで高め合うって感じですかね。じゃあね、サイファーってそういう場所やもんな、ラップする場所というか練習じゃないけど、まあそういう集まりやもんね。だから、そうなんか光当たってないやつでも、うん、サイファーに頑張ってるやつめっちゃいるんで。いやったな。サイファー自体で上がれば、うん、そういうやつらになんか光当ててあげられるかなみたいな。そう
でも地域ごとによってだから全然違うし、うん、あの年末にさ都道府県のあのあれが出るやん、代表者みたいな、そういう戦い、そう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 、だからやっぱそういう風に高め合って、うん、全国組織でもやってる、それまあ地域で頑張って頑張ってってやってはるから、ちょっとぜひとも背丈だから誰か今度はグイッと、うん、上がってもらわんと上がりたいですな。かまして、うん、ずっとやってもらおう。俺こんな真面目やったっけ俺ら。いや、めっちゃ真面目、めっちゃ真面目やな。いや、やっぱあれちゃう、ひやちゃんがおらんし、滋賀県はさ、そうやな、でも滋賀県をもうちょっとこうな、あの、みんなでそういう意味もあって、地域でそうやって頑張っている地域地域の音楽を含めながら、みんなが頑張っていって滋賀県のいいとことか、うん、そういうところをもっとアピールしていきたいって思ったのに、な、そうやね、むっちゃもう真面目やん今日。でもサイファーも真面目やで、すごい真面目やで、ほんまに真面目にしてる。そうですね、ほんまに言うとくけど真面目にしてると思った、はい、うん、思った。で、今日はあの一応こうやって最初にカードしたけど、占いをいきましょうか。来ました、待ってました、待ってましたよこれを。よし、この瞬間を。誰から行く？お前ら待ってたんやけど、お前らで一気じゃんけん決める。オッケー、勝ったやつから俺別待って最初はグーじゃん、やれちゃうな、俺も最初はグーじゃんけん、ほい最初はグーじゃんけん、ほい。え、俺から？ 1,2,3 で1,2,3 そうそう、いやー、さっきの罰ゲームさ、この借金を一人でやってもらおうと思った。お願いします、お願いします。いつも見れるでしょ。そうやねん、そうやねん、だからなんか私の罰ゲームを代わりにやってくれる人がいればいいなと思って、誰も見合わせ最後まで。そらそう、残ってさ、1対1誰やった、心さんと誰や、最後引き合った、誰や、尺抜きのバトルした、誰やったっけ。俺一抜きして、どっちやったっけ、さっきのことやん、どっちやった、え、お前一抜きやった、俺一抜きやったっすよね。え、天野ちゃん、え、どっちやったっけ、誰やったっけ。俺一抜きでこうやって見てたっすね。ほんなら天野じゃん、天野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 のシャキン、シャキン見たよな、見た、うん、見た、見た、俺、2人やる、あ、2人、いや、一回一人で行く、うん、だって一回俺が一人で行く、カメラアクションで、え、どういう感じですか、シャキン、シャキン、それで行こう、もうまとめてやし、それで行こうか、じゃあ俺らがシャナ TV、 シャナ TV って言うから、シャキシャキ、いいの、一斉のでシャナ TV、 シャキン、かっこいい、ありがとうございます。気合入るわ。じゃあ、スザフから行きましょう。かっこよかった、行きましょう、かっこよかったな、かっこよ、うん、うん、え、あ、もういいです、次行きましょう、占ってもらえたやつ。あ、なんか自分その今9ヶ月付き合ってる彼女がいて、うん、彼女も昨日なんか占い行ってたらしくて、うん、そうなんかあんまりそのなんか相性が良くなかったらしくて、あー言われはった、はい、いや、俺は信じてんぞっていう。いや、これでこれで乗せてくれ、じゃあね、これで悪いって出たらもう無理よ、終わり、もう無理よ、いや、そんなこと、大丈夫、愛は勝つ、愛は勝つ、そうそうそう、これやばいんちゃう、これ分からん、君、いや、ラブラブやと思う、うわぁ、よかったな、うん、ラブラブやと思う。ただ、これから先に進路かな、これ、う、方向性がバラバラになってくるので、すごいっすね、やばい、俺取り合ってた今、そういう時に、どっちかがちゃんとしっかり主導権というか、どうしていってあげたらいいとかを言い合いをしないと、うん、か引っ張っていってあげないと、なんかお互いこうモヤ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 した状態が続く。それはお前が引っ張ったらな、うん、そうそうそう、ほんまにそのなんか就職と進学でまた変わってくるんで、うん、でも基本多分スザクの方が好き。これほら白馬の王子様のカードやで、かっこいいやないかお前、スザクの方が彼女より好きってことですか。スザクの方、そうそうそう、彼女を愛してる、愛してる、あーなるほど、うん、ええー、ね、基本それやから、可愛いやないかも、この顔が、この笑みが可愛いやん、借金やってやつ、もう借金やってよかったな、よかった、うん、よかった、借金に行こうか、可愛い、関係ある、可愛いもん、すごい、咳が出る、ね、いや難しいな、ちょっと待ってや、黒、バックスは、まあ彼女とはまあ普通にいい感じなんで、ずっと、可愛いな、可
可愛らしいですね。可愛いな。なんで、ラップで、うん、跳ねるって言い方おかしいですけど、うん、ちょっといつ来るかなと俺に波が。あ、はいはい、そう、なんか曲上げたらいいか、でもバトルしまくったらいいとか、うん、名前いつバン売れるみたいな。まあ、実力なんですけどね、それがちょっと占ってもらいたいです。お相手あー、な、将来性はすごく伸びていくと思う。来ました、僕はそれを待ってました。ついにな、急に切り替わるのは1年以内ぐらい。今年やん、6ヶ月から1年の間ぐらいと思う。これ切り替わりのカードが出てる。来ました、うん、で切り替わってからがな、やることがちょっと増えてしまうので、あとお金の管理とか。うわ、さすがっす、僕就職なんですよ、うん、だからそこら辺の兼ね合いがうまく、いけば、いけばというか、いかさなあかんねんけど、はい、バランスを取らねばならないよっていうのは出てる、うん、ただいいカードが出てるので、うん、円満なカードとか、あ、まあ明るい方向やね、はい、この、うんうん、ので、うん、切り替わりは6ヶ月から12ヶ月先、気合い入れます、うん、かな、頑張ります、はい、ありがとうございます。じゃあ落ちやで、最後だ、落ちや、ほんまにどうする。いや、スザクとバックス彼女いるじゃないですか、うん、でね、なあ、あのね、選手権出ても何に出ても彼女できないんですよ。めっちゃ出てるもんな、バトル。なぜなんかおかしないかと思うけど、あ、確かにな、うん、いやいや、なんで、うん、みたいな、うん、なんでか、なんでか1枚引きでいこう。1枚引きで、うわ、できあ、もうな、言っていいの。え、もう、言ってください、言ってください、言ってください。もう、やばそうなカード。いろはくんは理想が高いです。やべえ、やべえ、やばい、ほんまにやばいっす。ほんまに理想高い、怖っ、やば、ほんまにやばいっす、やば、間違いないっす。そう、なんかこうなってたらほんまにもう完璧やねんけど、理想は、だからなんかが一個足りへんかったらもうあかんねん。めっちゃ上がってる、周りからめっちゃ言われるんですよ。プライドも理想高いんすよ、全部。だからどっか一個抜けたら、ほら、いやでもね、プライド捨てたらラッパー終わりやと思うんですよ、ね。ないよ、ね、いいよレースよ。なかなかできない、いいよレース、いいよレース、なかなかできないですか。いいよレース、いいよレース。そうやな。なんか捨てたらいいんですか。なんか捨てるっていうか、ファーってしたら。なんかあれやな。だけ落ち着き合いたい。軽く考える。あ、そうそうそう、一箇所だけでいいと思う。なんか女の子の前だけはもうファーっとしてるとか。ああ、なるほど。女の子の前でもそれ捨てたらちょっともうな。こうでも女の子選ぶときにそれやからな。選ぶ基準が。なんか全部可愛くてなんかタイプあったけどこれこれしちゃったからブーみたいな、なるほど、やろう、それしかあるなあこんなおいいのブーなしな、ブーなしな、妥協して付き合いやってたもんな、うん、そう見てた、求めすぎてるっすね。あー、そうやな、そいつがイケメンなのな、そうやな、いやいやいや、でもな、もうこうやってみんなちょっと頑張ってるからあの、あれやねん、こうみんながこう頑張ってる姿を見てちょっと応援のプレゼント私預かってんねん。マジっすか。で、あのその子らも違うところでやっぱり頑張ってて、やっぱりいろいろみんなそれぞれに、え、あの、めっちゃ可愛いな思ってたんです。ああ嬉しい、そうやねん。あのサイズちょっともうワンサイズで作ってくれはってんけど。いいですか。そうやねん、作ってくれはったんやんな。で、あの。V をもらってます、ちゃんと。え、おー、え、XL 誰かな、マジで2つも XL やろ、これ。やっぱり、V 声はね、クルーズの発祥なんですよ。ちょっと待ってね、やっべ。じゃあ、誰が作ったかの、それも含めて出てきます。と、サプライズで T シャツを作りました。イエーイイエーイデザインしたんで、かわいい、めちゃめちゃ今までいっぱい頑張ってたんで、これ着て終わりまだしよ。頑張れ。よかったらこれすげえ、インスタあるんでチェックしてください。では頑張れ、頑張れ、頑張れ、マジ、どういうつながり、はい、え、いや、これ神がかり的なつながりで、もうほんまに偶然瀬田のラッパーの話をしてて、はいはい、そっからじゃあちょっと来てもらいたいんやけど、わ、今生着替えで、じゃあちょっとこの間で頑張って着替えてもらいます。じゃあ着替えよう、はいはい、イエーイ。サナナ TV スタッフ大募集、
あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前4 3 2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。めっちゃ可愛いもん、ありがとう、ね、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、そう、後ろも可愛いよね、うん、めちゃくちゃ可愛い。じゃあちょっと順番に、はい、どうぞ。5月6日東京ダイバーゼップダイバーにて U22 の MC バトルが行われるんで、チケット販売中なんでよかったら買ってください。みんな応援行こう。僕出るんで。じゃあ俺からは瀬田北サイファーよかったらぜひ来てください。はい。遊びに来てね。あと僕からはちょっと僕たち YouTube 始めるかもしれないんでよかったらチェックして、多分めちゃくちゃおもろいの提供するんで、はい、ラップしたりとか。いろいろ撮ろう思ってるんで、あとこれ作ってくれたリクシブも見てあげてください。そう、YouTube してると思うんで、ありがとうございます。みんなで頑張ろう。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。じゃあ、滋賀県の大津市の瀬田北サイファー頑張っていきましょう、これからも。イエーイ、いやでも良かった、ほんまに最高っすね。後ろが可愛いよな。後ろめっちゃ可愛いね。生地がええやつだよ。そうやね、なんかしょぼいやつは汗染みたりする。分かる分かる、あいつ分かっとる、さすがやね。あ、そう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 、可愛い可愛い、最高っす。いいよな、これ最高っす。いい、しかもこれスケボー乗ってるって。そうやね、ストリートストリート、可愛いよ。ちょっとあのリアスケートも着せてな。あ、しっかり写真を出します。うん、そうしてそうして、じゃあちょっとまた遊びにも来て、この部屋にも遊びに来てな、また。はい、行きます行きます、全然行きます。うん、ちょっといろんなとこ行って、いろんなこれも来て。はい、待ってください。じゃあ証言台のユニフォームにしようか思ってね。めちゃくちゃありゆうさんに言って、ゆうさんむちゃ出してるけど知らない。めちゃくちゃありす。なあ、いいよなこれ、めっちゃ可愛らしいです。可愛いよ、色もいいし、サイズがええな、また。そう、XL で、うん、かわいい。なあ、すごいな、デザインして。朝から頑張ってきて、レベルちょっびっくりしたよな、普通に。そう、まさかのまさか。そうそうそう、つながりみたいな。あ、そうやな、ほんまに。アンダーテンディとこれでいくかな。え、あるじゃん。そうして、かわいいよ。これなんか出たよ、ちょっとこれで。かわいい、かわいい、うん、じゃあ、ちょっと今日はもう、あんた遅いし帰らなあかんじゃん。こんな遅くまでいつも怒られちゃう。ねえ、ちょっと。